はようございます。おはようございます。おはようございます。皆さん、早起きしてますか？早起きは三本の徳です。始まりました。始まりましたよ、大ちゃん。今回はどこ行くんでしょうね。今回は、まあもう9月ですね。早いですね、秋ですね。早いもんで、大ちゃんにね、さらにやはり健康的に、はい、心も豊かになってほしいということでですね、ええ、今回は、はい、私たち東吉島西条に向かっております。西条ですか。西条といえば、西条といえば酒どころ。はい、分かった、うん、酒は百薬の長みたいなこと言って、で結局飲みたいんでしょ。あ、分かった、もう今回分かった。飲みたいけ西条行きよんでしょ。何を言おるね、大ちゃん。え、私はね、飲みたいんじゃないんよ。どういうことですか。大ちゃんを健康的にしたい。動物好きですよね。動物はね、申し訳ない、広島のムツゴロウさん。よしよしよし、もう近所歩くために犬見つけたら、よし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 、もう犬とかも大好きですね。大好きよ。でも本当、そんな大ちゃんに今日はですね、はい、ある動物が大ちゃんを癒してくれます。え、動物に会えるんですか。会えます。それはもう、でもね、西条酒どころに行ったら飲まずにはいられない。そう、それは西条に失礼ですよ。そうだから、大ちゃんも飲んでもいいし、とにかく今日は最終的に大ちゃんに気持ちよくなってもらいたい。おお、やーい、それはちょっと楽しみだな。そんな楽しいこともね、日々ないだろうから。なんか、またトンネル入りし、ほんまじゃ、嫌なことばっかりじゃん。トークしよったトンネル入りし。おー、あったね。あー、すごい広い。さあ、ということで我々は東広島市の豊坂に到着いたしました。やってまいりました。湖ちゃん、いいでしょう。もうこの自然でね、まず癒されるよね。あと名物とか探したいですよね。もちろん任せてください。東広島にはね、できたばっかりのいいところがあります。ほい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 。で、その後はちょっと音楽にも触れましょうか。音楽に触れる。音楽にも触れて、で、その後はちょっとクイッフイッフイッみたいな。これ流れかで全部できませんか。いや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 、カラオケ歌ってクッキー飲んでて。大ちゃん、もう東広島を味わい尽くします。おお、じゃあ五感をフルに活用して東広島を満喫ということですね。そうです。じゃあ東広島ですから、今日テレビをご覧の皆さんも早起きして、今日出かけられるってことですね。もちろんです。あ、お出かけのヒントがたっぷり詰まってますよ。わかりました。はい、では今日も行きましょう。早起きは三本の徳です。徳です。今日大ちゃんと触れ合う動物は、はい、馬でーす。ありがとうございます、松本さん。俺ね、馬大好きなんですよ。あ、馬大好きよね。毎週末お世話になってました。その馬もいいけども、行けーさせーって毎週末。本当に馬大好き。馬大好きよね。大好き。知ってます、知ってます。今日は馬に乗ってもらいます。乗る乗る乗る。いやいやいや、乗るのは危ない。もうここは健康乗馬という。健康乗馬？乗馬ができる。そこに、わ、いるでしょ？わ、お馬さんが いっぱいいる。いっぱいいる。わあ、すごい。ここも馬がいっぱいいる。こんにちは。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、あれ、馬の名前がエイプリルウィンドー君、はい、と言います。エイプリルウィンドー君。はい。種類でいうとサラブレッドっていう馬になりまして、もともと競馬場で走ってたような馬になりますね。彼の年齢が今もう19歳なんで、競馬をしてた時代っていうのはちょっと前の話にはなるんですけれども、レースに出てた時は何回か1着になったこともある大馬さんで、ステイゴールドという大馬さんの
子供になります。お世話になっております。ステイゴールドサンク、いいですよね。こういうババが悪くても強いんですよ、はい、ステイゴールド。そんな今、ね、立派にレースしてたおばちゃんに乗ることができる。そうですね、今日これからこの子がお二人を、はい、あのご案内させていただこうかなと思ってますので。すごい足上がってますね今。今これどういうことですか、興奮状態ですか。ちょうだいちょうだいです。あ、ちょうだいちょうだい、はい、ご飯が食べたいなって言ってる感じですね。あ、ここに来たらこうしてあの健康乗馬、あ、はい、健康を考えられる方すごく多いんで、そういう趣旨であの馬に乗りに来られる方いっぱいいるんですけど、馬ってまずあのすごくこう姿勢がいいイメージとか、なんかこうなんていうんでしょうかね、体幹を鍛えられるイメージとか多分あられると思うんですけれども、乗ってる人は乗ってるだけなんですけど、あの姿勢体幹気にしながら乗ると人間が自分の足でウォーキングするよりも運動効果が高いんです。なんで、まあ、運動神経の良し悪しあまり関係ないスポーツにはなりますんで、が楽しみながら馬に癒されながらあの健康になれるっていう部分で、まあ、すごくいい部分がたくさんね、うん、ございます。まさに大ちゃんにぴったりの運動全くしないもんね。ノンドですヘルニア持ちなんですよ。あ、そうですね、あのそういった方たちでも、うん、あのちょっとリハビリとかも兼ねてあの馬に乗ってらっしゃるっていう方もいらっしゃるので、はい、60代70代の方でももう全然そこからスタートができるものにはなりますんで。そっか、ちょっと大ちゃん、うん、今までね、大間さんに儲けさせてもらってきたんだから大間さんに乗る時代が来たよ。松本さん、えどっちかって払ってますよ。儲けてませんよ。そうか、取られてますよ。楽しませてもらったよね。じゃあちょっと触っても大丈夫。あ、大丈夫ですよ。で、一応ちょっとじゃあここポイントになるんですけど、はい、まあ、大きな動物なんで確かに可愛いんですけれどもね、うん、扱い方ちょっと注意しなきゃいけない点がいくつかございます、はい、ご説明させてもらうと、まず触るときは、目が正面、あ、じゃあ横についてますよね、はい、目が横についてるので、あの実は正面があまりよく見えてないです。なんで触ってあげるときは、まあ、私みたいに、まあ、横に立ってあげて、今ここで私がいるんだよっていうのを彼に教えてあげながら、目と目の間をこう撫でてあげると、あ、この人が今撫でてくれてるんだなっていうのが分かるので、まあ、ちょっとそのようにしていただきたいんですね。お二人もちょっとこちらでよかったら、いいですか、そっち大ちゃん行ってもらう、まあ、そう、私からそう、はい、視野が、あの佐藤さん、はい、馬さんの視野ってすごいんですよね。暴れ出したらブリンカーつけてね競馬でね、はいはいはい、見えなくして、競馬好き、そうですね、あの、すごい話したいですお好きですか佐藤さん。そうですね、ちょっとやってます、ね、本当ですか。あと LINE 交換しましょう、ね、競馬と週末ね、あの金曜日の夜あたりからさすがちょっとよかった、大事ものすごく気の合う人と出会っちゃった。足上げてますけど、はい、あ、大丈夫です大丈夫です。ごめんごめんごめん、おこんにちは、こんにちは。これはちょっと虫がお腹の周りに少しいるので、そうなんだ、それを気にしてますね、はい、OK、あ、虫が痒いね。あ、でも大きいし、もう目がねクリクリで可愛いですね、可愛いですねよかったね、女の子ですか男の子、あ、男の子です、男の子、はい、今いい衣装持たれてるかな。あ、大丈夫だと思います。特にあの大ちゃんさん、あの、オレンジ色の洋服なんで、多分人参カラーなんで、人参カラー、はい、人参カラーよかった、馬が好きな状態できたじゃん今日。ありがとうございます。オレンジは好きなんですね。オレンジは好きですね。あの、オレンジのもの目で追いかけたりとかすることもあるんで、ちょっとやばい、ちょっとあの人参にしたら少し大きいなと思ってたんですけど、そうですね、じゃあ巨大な人参巨大な人参、佐藤さん何便乗してる、何をおっしゃったんですか佐藤。じゃあどうぞ、巨大な人参、巨大な人参、はい、エイプリルちゃん人参ですよ。あ、見てる。すっごい見てますよ。見てる。あ、これ好意的に。そうですね。あの、別に怒ったりとかじゃないです。エイプリルちゃん。ね。まあね、こうやって慣れてる時とかに耳見ててもらいたいんですけど、今耳が前を向いてたり横を向いてたりしますよね。はい、こういう時っていうのはご機嫌がいい状態、もしくは、まあ、前で何が行われてるかが少し気になってる状態になります。怒ってる時は自分の耳を後ろにピタッと伏せるので、まあ、手を伸ばしてそういう風にした時はあんまちょっと触らないでそっとしといてあげていただきたい。耳を見た方がいいですね。そうですね。エイプリルウィンドウ君、名前がエイプリルなんで4月生まれと思われがちなんですけど、3月生まれなんですよ。え、なんでエイプリルにしたんですか。ステイゴールドとエイプリルソネットっていう、エイプリルソネット、はい、それでエイプリル、そうです。そうなんだ。なんで冠名をね、エイプリルをいただいてます。あれもお父さんお母さんね、立派な馬で、でも3月生まれなんだよって、へー、すごいです、すごいね、
いいところのお坊ちゃんじゃないですか。そうそうそうよ。そうそう。そうよって言いましたね。そうですか。競馬ファンの方もたまりませんね。こういう馬に会えるっていうのはね。そうですね。なんで、楽しみの一つだと思います。他にもいるんですか、そういう中を。そうですね。ちょっと今日厩舎の中はご案内できないかもしれないですけど、ジャングルポケットの子供とか、はい、マンハッタンカフェの子供とか、聞いたことある。はい、おりますね。はい。全部で一応37かな、おりますんで、はい。ちょっとここで競馬しましょうよ。競馬もうできるって。もう思い出せない、思い出せない。競馬じゃあもう一回カメラの前で一回止めてみましょう。